2002年オープンの居酒屋心屋本店は近鉄築山駅から北へ歩いて15分ほどのところにあります。オーナーの染田さんは大家族がくつろげる実家をイメージして店内や創作メニューを考えたそうです。こちらのサラダも工夫されているんですか？そうなんです。特にドレッシングがオリジナルの自家製で、本来のシーザーサラダのドレッシングとの違いが酸味はそんなにないんですけど、ちょっと甘みを強めてて、うちだけで食べれるドレッシングなんです。これはもうこのままいただいてもいいんですか？ちょっとね、チーズをこの辺最後削らせてもらうという作業がありますので。チーズ？はい、この目の前で？はい、目の前で。すごい、はい、ということでスタッフさんが持ってきてくれたのはチーズの塊です。取っていってください。わあ、ちょっとこれずっと言わなかったもいいんですか？大丈夫です、ずっと言わないで。すごいずっと永遠に削り続けます。すごい、どうしようどうしよう、もういっぱいいっぱいになっちゃった。すごい、ストップ。わあ、美味しそう。チーズの量が自分好みになるシーザーサラダは大きいサイズも用意されていて、オープンからの人気商品なんです。よいしょ。じゃあじゃあいただきます。チーズの味がしっかりしますね。チーズスライスにさせてもらってるんで、やっぱそれもね、なんかチーズの味もやっぱしっかり味わえるから、すごい贅沢。サラダのそのドレッシング甘い、なんかクリーミーですね。あ、そうなんですよ。クリーミーだから余計にチーズとの相性もいいですね。そう、塩のね、チーズの塩味との相性もいいですし、ちゃんと一体感になってくれる。はい、こちらのおこげピザはご飯を伸ばした生地に味噌を塗り、チーズを乗せて焼き上げた開店当初からのオリジナルメニューです。しゃもじになってるんですね。はい。すごい。よいしょ。その手で食べていただいたら。いただきます。最高。パリッとしてるけど、なんかもちっともしてますね。そうなんですよ。またお味噌が香ばしく、でもちょっと甘くて、でこの、はい、ね、チーズの塩味と塩気と合う、これはやみつきになりますね。一番最初はもうちょっとこうおこげっていうか、あのご飯生地が薄くて硬かったんです。へー。ちょっと硬すぎるなっていうことで、次柔らかめにしたいなっていうことでちょっと分厚くしてやったんですけど、逆にちょっと柔らかすぎまして、なんかおこげ感がないなっていうことで、今3代目生地で一番ちょうどいい。3代目カリもしてるしふわもしてるしみたいな、いや、もうまさに絶妙。カリッとしてるけどもうもちっていう最高の食感。これね、僕にとってはすごく思い出がありまして、2002年、こう店をやりたいなと思うときに、やはりちょっとまあ両親にもやっぱり了解を得ないといけないんで相談してるところ、やっぱりこう難しいに違うかと、やっぱ反対をやっぱ受けてたんですね。でどういう料理を出すんだと言われたときに、まあこれを家で作って、まあ父親と母親に食べてもらったときに、うん、ポイントええやんって言われた一品で、すごいボードで嬉しい一品で、大事にしてる一品でございます。わ、もうすごい、じゃあ思いが詰まったメニューですよね。はい、心屋本店ではオリジナルメニューのアイデアをベテランから新人スタッフまでが出し合っているそうで、この切り干し大根のペペロンチーノはスタッフの試食会で味を確認してメニューに加わったそうです。切り干し大根、これね、名前の通り切り干し大根なんですけど、それをペペロンチーノあるじゃないですか、その味付けをしたっていう和と洋の融合みたいな。へえ、面白い。ペペロンチーノも切り干し大根もどっちも皆さん知ってるメニューですもんね。そうなんです。はい、じゃあいただきます。はい、いただきます。いい音してた。すっごいニンニクがっつりですね。がっつりです。ニンニクがっつり。あ、けど切り干し大根なんで結構あっさりしてるけどパンチあるっていう、また歯ごたえがシャキシャキとして、わ、これは癖になる。
なんか罪悪感がないというか一番最後にこれをわって食べてもあっさりしてるんで大根なんで食べやすい。こういう風に、まあ、新人さんも含めてスタッフみんなで新しいメニューを考えるって素敵ですね。 ありがとうございます。まあ、うちのそのルールというか、まあ、伝統というか、なんかみんなで料理のアイデアを出し合うっていうのは本当ずっとやってまして、で新人さんでもベテランの方でもいろいろ案を出してもらえるっていうことは本当に宝物なので、すごいいいなと思ってます。染田さんがびっくりされるようなアイデアとかは結構、あ、もうそんなんもいっぱいあります、出てきます。はい、これもその一つですけどね。そうなんですね。はいはい、でもこういった新しいメニューを考える上で大切にされてることとかありますか？まずまあいろいろなポイントあるんですけど、まあ、その春夏秋冬の食材を使ってほしいとか、うん、で和のものを洋のように変えてほしい、洋のものを和のように変えた創作性を持ってほしいってあるんですけども、一番大事にしているのが、まあ、うちの屋号である心屋っていうのが、心落ち着くようにくつろいでもらいたい、家のように過ごしてもらいたいというコンセプトがあるんですけども、うん、何か家で作れそうで作れない、そういうことをちょっとポイントに挙げては考えてほしいとは言っております。でも本当にオリジナリティがすごく溢れてるなっていうのをもうお料理一つ一つに感じましたね。ありがとうございます。できるだけなんか一つ一手間一アイデア加えていただければ、なんかまた違った料理が出来上がるよっていうのをちょっと感じてもらいたいなっていう思いでやってます。